アイザック・アシモフは、アメリカ合衆国の作家、生科学者である。その著作は500冊以上を数える。彼が扱うテーマは、科学、言語、歴史、聖書など多岐にわたり、流医重新分類法の10ある主要カテゴリのうち9つにわたるが、特に SF、一般向け科学解説書、推理小説によってよく知られている。日本語では、アシモフと、 アジモフなどの表記揺れがあり、前者が一般的ではあるが、本人が望んでいた読みは、当社の発音に比較的近い、A ク Z メートル V である。ジュブナイル作品では、ポールフレンチという筆名を用いた。1942年発表の SF 短編タイム、プッシーでは、ジョージ・イデールという筆名を用いた。 1971年の著書座戦士はスバーティオールドマンでは、ドクター A という筆名を用いた。ハインライン、ディキャンプと共に、フィラデルフィア海軍造船所で勤務するアシモフ。1944年アシモフは1920年1月2日、当時のロシアソビエト連邦社会主義共和国の、ペトロビッチにおいて、父ユダ・アロノビチ・アジモフと、 母アンナラ・アヒル・イサー・コブナ、ベルマン。アンナ・レイチェル・アジモブ、アンナ・レイチェル・オゾモオフの間に、ユダヤ系、ロシア人、イサーク・ユードビチオジモフとして生まれた。青年月日については、記録が不十分であり、暦の違いもあるため正確にこの日付かは、不確実だが、誕生日がこの日より遅いことはない。ソビエト連邦成立後、3歳の時に家族と共に、 アメリカに移住し、ニューヨークブルックリンで育った。10歳の頃、SF 雑誌、アメージングストーリーズにより、SF ファンとなる。本人によれば、父親の経営する、キャンベーストアには、パルプマガジンが置いてあったが、アシモフはこれらに興味を持ったものの読むことを、許されなかったため、アシモフは、雑誌名に、サイエンスの語が含まれることから教育的なものであると。 父親を解き伏せ、彼の了承を得ることに成功したという。家庭は裕福ではなかったが学業成績は優秀で、公立校や高校を飛び級で卒業して1935年に15歳でコロンビア大学へ入学した。1938年に初めての作品を SF 雑誌アスタウンディングに持ち込み、採用はされなかったが、 編集者ジョン・ W ・キャンベルの指導を受けるようになった。1939年には、アメージング誌に、真空漂流が掲載され、作家としてデビューした。1939年にアシモフは、コロンビア大学を卒業し、同大学大学院で科学を専攻した。この頃すでに、我は、ロボット初集のロボット工学三原則ものや、ファウンデーションシリーズの諸作品、 出世作、やらいたるなど、初期の代表作を発表しているが、当時はまだ SF 自体の社会的地位や市場規模が限られていたこともあり、専業作家になることは全く考えておらず、大企業に就職して高級鳥の研究員となることを目指していた。百四十二年には、ガートルードという女性と結婚、第二次世界大戦の勃発を理由に大学院を休学し、 フィラデルフィア海軍造船所に技術者として勤務した。ここでは予備役の技術士官として勤務していたロバート・エイ・ハインラインとエルスプレイグ・ディキャンプに出会った。終戦直後に徴兵され科学の学位を持っていることを理由にビキニ干渉でのクロスロード作戦に技術兵として加えられハワイまで行ったが結局参加せずに9ヶ月で除隊した。1946年に 大学院に復学し、1948年には、博士号を取得したものの就職口は得られず、コロンビア大学で1年間博士研究員を務めた、後に、1949年から、ボストン大学医学部の生科学の講師となった。大学では講義と研究の他に共同で、教科書の執筆を行い、一般向けのノンフィクションを書くきっかけとなった。 この頃にはアシモフは SF 界の第一人者として認められており、また SF の地位向上や新雑誌の登場により、市場規模や考量が増加し、1950年にダブルデー社から初めての単行本、宇宙の小石が出版され、さらに我はロボットやファウンデーションシリーズなど過去に雑誌で発表した作品の書籍化やアンソロジーへの再録が相次ぎ、 雑誌の原稿料に加えて、印税でも、収入を得られるようになった。1953年から1954年には、SF ミステリー、鋼鉄都市を発表した。また、科学のノンフィクションの作品を出版するようになり、講演者としての活動も行うようになった。1955年に準教授となり、就寝の在職権を得たが、 この頃になると執筆活動への系統が進んで、学内で上司や一部の教授たちから不況を買いたびたびトラブルが発生していた。すでに著作や講演で十分な収入を得ていたこともあり、1958年に肩書きのみを保持することで合意し、教団を降りた。その後は、専業の作家、講演者となり、科学以外のノンフィクションの分野へも活動を、 広げていった。1979年7月、ボストン大学教授に承認する。1951年に息子、1955年に娘が生まれていたが、1970年から妻子と別居し、ボストンから再びニューヨークへ移り住んだ。1973年にガートルード夫人と正式に離婚し、同年に心理分析で後に、 SF 作家となるジャネット・ジェプスンと再婚した。アシモフとジャネットは、ノービーシリーズなどの協調を残している。アシモフは、次第に、科学の解説者として知られるようになり、特に1957年のスプートニクショックが、アシモフの執筆活動を後押しした。科学を外観した、知識人のための科学入門が1961年の、 全米図書賞のフィクション部門にノミネートされ、1965年にはアメリカ科学界から科学についての報道を表彰するジェームズ・ティー・グラディー賞を受賞した。1962年にメンサの会員になったが、数年後に退会した。1972年に再び会員になり、1974年にはメンサの公演のためにイギリスへ旅行した。その際、 同じくメンサ会員で、親睦の深かったアーサー・シー・クラークと再会し、共に公演に参加している。1970年頃から、エラリー・クイーンズ・ミステリー・マガジンにて純粋なミステリーの、黒ゴケクモの回シリーズの連載を開始した。SF では1972年に、久々の長編である、神々自身を出版し、ヒューゴー賞長編小説部門とネビュラ賞。 長編小説部門を受賞した。1982年には、ファンや編集者の要望に講しきれず執筆した、ファウンデーションシリーズの30年ぶりの新作、ファウンデーションの彼方へが、ベストセラーとなり、以後再び SF 長編を執筆し、同シリーズとロボットシリーズを統合した。アシモフは1992年4月6日に没した。シーンは、 高天性免疫不全症候群によるもので、1983年に受けた心臓バイパス手術の際に使用された、輸血血液が HIV に汚染されていたことが原因である。アシモフの神は、彼の死から10年後に出版されたジャネット夫人の、ジデン・イッツ・ビーン、A グッドライフで明らかにされた。アシモフは生涯で500冊以上の著書を執筆した。 アシモフは、自伝の中で英語とイディッシュ語の二つの言語が使えると、述べているが、イディッシュ語による作品は残していない。すべての著作は、英語で行われた。作家としての地位を確立し、著作からの収入で裕福になってからも、仕事中毒であり、贅沢をしたり余暇を楽しむことは少なかった。アシモフ自身は、父の自営する店で幼い頃から働いた影響で、あると、 自己分析している。飛行機嫌いで、その障害で、飛行機を利用したのは二度のみである。そのため遠くへ行くことは少なかったが、東海岸の各地で講演を行った。自宅近辺で開催される世界 SF 大会にはよく参加し、他の作家やファンと陽気に交流を楽しんだ。普段と同様に女性に対して飛びついたりしたが、相手が、 真面目に返すと驚いて引き下がる、などのエピソードをも残っている。また、ハーラン・エリスンなどとは過激なやりとりを楽しんだ。狭くて閉ざされた空間をこよなく愛する兵所、愛好家でもあり、地下室や屋根裏部屋でタイプライターに向かう時間が無常の喜びだったと自ら語っている。アシモフは人道主義者でアメリカ人道主義協会の会長を務めた。かつ、 合理主義者だった。純粋な信仰心に反対することはなかったが、超常現象や根拠のない思想に対しては断固とした態度を貫いた。アシモフは、疑似科学の科学的な調査、批判を行う団体、サイコップの創立者の一人である。ほとんどの政治的問題においては、進歩的な態度をとっており、若い頃から一貫して、民主党の強い支持者だった。 1970年代初期のテレビのインタビューでは、公然とジョージ・マクガバンを支持した。1960年代後期以降に急進的な政治活動家によって取られていた、アシモフにとっては、非合理主義的なものの見方を不満に思っていた。第2の、ジデニーン、ジョイス・スティルフェルトの中で、アシモフは、カウンターカルチャーの象徴であったアビー・ホフマンとの、 会合を改装している。アシモフの受けた印象は、この1960年代のカウンターカルチャーの英雄は感情の波に乗り、最後に思想の中立地帯で座礁させられたようであり、彼らはそこから二度と戻っては来ないのだろうか、といぶかしむものであった。アメリカの SF 界を二つに割ったベトナム戦争への賛成、反対問題については反対派についた。 また、1960年代の半ば、ソ連の SF 評論家たちが、アメリカ SF を、社会の進歩を信じていないと批判した際、ポール・アンダースンは、共産主義の疑問をついた、激しい反論を行ったが、ソ連からの移民でもあるアシモフははっきりとした、政治的態度を取らなかった。ポーランドの SF 作家、スタニスワ・フレムが、 アメリカの SF 作家たちを適厳しく批判したために起きた1976年のレム事件についてもアシモフははぐらかすような意見を述べた。このほかポール・エル・リッヒによって発表された将来の見通しを受けて多くの著作で人口管理の重要性を訴えた。彼の最後のノンフィクションの著作は Our Angry Earth であり、この中で彼は 地球温暖化やオゾン層の破壊といった環境危機について論じている。メンサの会員として非常に有名であり、副議長まで務めていたが、メンサへの参加には消極的であった。一部の攻撃的である会員に対してあまり良い感情を抱いていなかったこともあり、一時期脱退したが、後に復帰しメンサの講演のためにイギリスへと旅行した。 アシモフは同じく会員であったマービン・ミンスキーとカール・セガンの二人に関して、アシモフ自身よりも知的であると認めている。彼の栄誉を称え、その名を冠したものとして、アシモフという小惑星、アシモフという火星のクレーター、SF のアイザック・アシモフ賞がある。また、出身の高校も現在は、アイザック・アシモフ高校という名前になっている。 東京大学で2003年に開発された起き上がり動作に特化したロボットが、アシモフの小説に登場する、ロボットアールダニールオリボーと同じ、アールダニールと名付けられた。世界初のロボットスーツ HAL を開発した、三階義幸は、アシモフの影響を受けている。ホンダギ健康業の人型ロボットアシモは、名前の綴りがアシモフと似ているが、 開発者は全く関係はないとしている。アシモフは、ロボット工学を造語したが、ロボット工学の父と呼ばれることもある、ジョセフ・ F ・エンゲルバーガー博士はアシモフに影響を受けていた。1998年、息子のデイビッド・アシモフは、史上最大の自動ポルノ製造者として逮捕されている。デイビッド・アシモフの自宅は、最大規模の自動ポルノ製造場所となっており、 そこには14個の動画編集マシーンと複数のビデオカメラ、人間と動物を含むアリーとあらゆる性に関する数千のビデオやディスクがあった。デイビッド・アシモフは連邦裁判所から計20年の刑を求刑されていたが、司法取引により刑務所行きと財産没収が免除された。アシモフはアーサー・シー・クラーク。 ロバート・エイ・ハインラインと合わせて三大 SF 作家と呼ばれる。SF の分野で、ヒューゴー賞を7回、ネビュラ賞を2回、ローカス賞を4回受賞している。10代の頃から SF ファンであり、アスタウンディング誌の読者欄に書評を投稿したり、SF のファンダムに参加していた。1938年に初めての商業作品をアスタウンディング誌へ持ち込んでから、 編集者のジョン・ W ・キャンベルの指導のもとで実力をつけていき、クリフォード・シマックやロバート・ハインラインらと共に、いわゆるアメリカ SF の黄金時代を作り上げた。アシモフはキャンベルと個人的にも親しくなり、その影響を強く受けた。キャンベルの発案で書かれ出世作となった短編、やらいたるは、 ビワイルダーリングストーリーズ第8号で最も有名な SF 短編の一つとして挙げられている。また、1968年アメリカ SF 作家協会による投票でもこれまでに書かれた最高の SF 短編に選ばれている。彼は短編集ヤライタルの中で次のように述べている。ヤライタルは私のプロ作家としての経歴の中で 一つの転換点となった作品である突然、私は重要な作家とみなされ、SF 界が私の存在に注目するようになった。何年か、後には、私はいわゆる古典を書いたことがはっきりした。アイザック・アシモフ、やらいたる短編小説以外にも SF 雑誌に、チオ・チモリンの驚くべき特性という科学論文のパロディを書いた。 ペンネームが用いられるはずが博士号の講述試験の直前に実名で掲載されたためにアシモフは不合格とされることを心配したが試験には合格した。ファウンデーションシリーズやロボットシリーズの初期作品にもキャンベルは深く関わっており多大な影響を及ぼした。その後就職のためニューヨークを離れボストンに転居したこと。 キャンベルがダイアネティックスなどの疑似科学に、傾倒していったことから二人は、疎遠となり、オリシも、アスタウンディング氏に代わって対等してきた、ギャラクシー氏のホーレスゴールド編集長、ファンタジーサイエンスフィクション氏のアンソニー・バウチャー、ロバート・ピー・ミルズ両編集長との関係を深めた。前者は、長編、鋼鉄都市、 後者は F&SF 誌の科学エッセイシリーズに関わることとなった。アシモフの代表的 SF シリーズであるファウンデーションシリーズはエドワード・ギボンのローマ帝国水防止をヒントにした未来の宇宙における巨大な銀河帝国の崩壊と再生の物語である。1942年に第一作。 ファウンデーションがアスタウンディング誌に掲載、以後1949年まで中短編の形で、同詞で発表され、後に、ファウンデーション、ファウンデーション対帝国、第二ファウンデーションの3冊にまとめられた。現在は、初期3部作と呼ばれるこの3冊は、1966年に、ヒューゴー・ショーカ最優秀長編シリーズ賞を受賞した。1982年、 ファンや編集者の続編を求める声に抗えなくなった、アシモフは、新作、ファウンデーションの彼方へ、を発表、ニューヨークタイムズ鑑のベストセラーリストに名を連ねると、共に、1983年のヒュー賞、長編小説部門を受賞した。以後その続編、ファウンデーションと、地球、時代を遡りハリセルダンの反省を描いた、ファウンデーションへの助曲、 ファウンデーションの誕生が書かれ、ロボットシリーズとの世界観の融合もなされた。アシモフの死後、SF 作家、グレゴリー・ベン・フォード、デイビッド・ブリン、グレッグ・ベアの3人が続編として、新・銀河帝国工房史3部作を発表した。ロボットものもファウンデーション3部作と同じ頃に書き始められた。その多くは後に、短編集、我は、ロボット。 ロボットの時代として出版された。この作品群により、ロボット、人工知能の倫理規則が世に広められた。この規則は、他の作家や思想家が、この種の話題を扱うに際して、大きな影響を与えている。また中編、バイセンテニアルマンは1977年の、ヒューゴ賞中編小説部門と1977年の、ネビューラ賞中編小説部門。 ローカス賞長編部門を受賞し、1999年にロビン・ウィリアムズ主演で映画化された。一連の作品は、ロボットが一見して三原則に反するような行動を取り、その謎を解決するというミステリ仕立ての作品が多く、中でも、長編、鋼鉄都市と、続編、裸の太陽は、三原則の盲点を利用した巧妙な、 殺人トリックを描いた SF ミステリーの傑作としても知られている。ファウンデーションとロボットの二つの潮流は、ロボットと帝国によって一つの未来史としてまとめられた。また没後に、アンドリュー NDR114 を呼び、イ・ロボットの2本の映画が公開されている。1958年に、ボストン大学を辞して、専業作家となった、足も札が増加した。 執筆時間はもっぱらノンフィクションの分野に向けられることとなり SF の執筆量はかえって激減した。それでも短編を中心に年に数作は書いておりファンのなぜ SF を書くのを止めたのかとの問いにも決して止めてはいないと繰り返し答えている。アシモフはテレビ番組化されることを期待して天狼星の侵略などジュブナイルの長編小説 ラッキースターシリーズを執筆、この際に低品質なテレビ番組になる場合を懸念して、ポールフレンチという筆名を用いた。結局 t v 化は実現せず、後期の作品では、ロボット工学三原則を出すなどして自ら正体を示唆し、再犯時には実名に戻している。アシモフは、編集をせずとも、自動的に収録される作品が決まるアンソロジーである。 集合賞傑作集の形式上の編者として収録各作品の前にユーモラスなエッセイを書いた。これはアシモフがその時点で集合賞を受賞していなかったために編者に選ばれたのだが1963年に SF 雑誌 F&SF の科学のコラムによる功績で初めて集合賞を受賞した後も引き続いて編者を務めた。 さらに、成人とセックスの要素を含む、神々自身で、ヒューゴー賞長編小説部門とネビュラショーラ賞、長編小説部門を受賞した。1992年の、ゴールド黄金でも、ヒューゴー賞中編小説部門を受賞した。1977年には、彼の名前を冠した、SF 雑誌、アイザック・アシモフズ・サイエンス・フィクション・マガジン、アイザック・アシモフ、 エスサイエンスフィクションマガジンが創刊された。アシモフ自身は編集には関わっていなかったが、関東のエッセイと読書投稿欄のコメントを担当していた。マーティン・ h グリーンバーグらと共同編集のアンソロジーも多数発表しており、ユーモラスな前書きを書いて、それらのアンソロジーに花を添えている。なお、グリーンバーグとの最初の共同編集アンソロジーである3分間の 宇宙はグリーンバーグらがすでに選択済みである2倍の数の作品をアシモフが半分に絞る方法で作品選択がされた。他に彼の作品の世界観をもとに若手作家が共作する電脳惑星シリーズなどのシェアードワールドものにも積極的に協力した。アシモフはしばしば SF にミステリーの手法を用いる一方で 純粋なミステリー作品も執筆しており、推理小説作家としても評価を受けている。純粋なミステリーの代表作は、黒ゴケクモの回シリーズである。黒ゴケクモの回は足もふも属した、実在の、トラップドア、スパイダースという回をモデルにしている。ほぼ純粋なパズルストーリーであり、殺人事件さえ、滅多に起こらない。題材は盗まれたものや遺産を得るための暗号の、 解読、忘れてしまった地名の推測など、より日常的な問題である。解決には、登場人物である宮司ヘンリーの外白な知識が、使われる。黒ゴケ雲の回はすべて短編であり、1972年2月号の、エラリー・クイーンズ・ミステリー・マガジンに、第一作、会心の笑いが発表されてから断続的に合計66作が、書かれた。 60作は5冊の短編集として出版され、残りの6作は、アシモフの死後、ザ・リターン・オブ・ザ・ブラックを移動ワーズにまとめられた。アシモフは、ユニオン・クラブ・キダンというシリーズも書いている。これはクラブで語られる、パズルストーリーである。黒ゴケの名探偵役ヘンリーが、人格円満で謙虚な人物であるのに対して、 ユニオンクラブの名探偵役グリズオルドは強眼で偽薬的な人物である。しかし両者は共にアシモフに似た人物であり、全体的な構成やトリックも似ている。アイディアを使うという点で2作は競合関係にあって、ユニオンクラブ執筆中は黒ゴケの執筆は進まなかった。黒ゴケ雲の回ユニオンクラブシリーズには長編作品はないが、アシモフは、 長編ミステリーの ABA の殺人、増下の塔の殺人を書いた。アシモフは科学解説者としてもよく知られている。ファンタジーサイエンスフィクション誌に連載されていた科学エッセイは400編以上を数え、テーマは物理、天文、科学、生物学、科学史など多岐にわたる。記事はエスクワイア、ハーパーズ、サタデーイブニングポストなどにも寄稿した。 1954年に出版した10代向けの生科学の本、生命の化合物以来、アシモフは大衆向け、子供向けの科学の本も執筆した。1957年、ソ連がアメリカに先駆けて、初の人工衛星、スプートニク1号を打ち上げると、いわゆるスプートニクショックによって、アメリカ国内で科学に対する関心が高まり、 一般向けの科学解説書の需要が急増した。アシモフはこれに応える形で多数の科学解説書を執筆し、ノンフィクションに執筆活動の中心を移していく契機となった。科学全般について大衆向けに書かれた知識人のための科学入門はニューズウィーク等の書評から公表を受け、全米図書賞ノンフィクション部門にノミネートされた。 アシモフはこの本によって科学の解説者としての地位を向上させた。また、宇宙を作る元素はエジソン財団賞を血液についての著作生きている川はアメリカ心臓協会のハワード W ブレイクスリー賞をそれぞれ受けた。さらに1967年にはアメリカ科学振興協会から科学の著述における功績で ウェスティングハウス賞を与えられている。アシモフは2冊のアシモフの聖書入門を表した。第1巻は旧約聖書を、第2巻は新約聖書をそれぞれ扱っている。後にこの本は1295ページの1冊の本にもまとめられた。この本では聖書に記述されている事件、人物や場所について、 冒徳も盲信もせずに科学的な観点からの解説や考察を行っている。その他、科学以外の分野では、歴史の解説やシェイクスピアなどの文学の解説、趣味である、国稽五行史についての著作も残した。彼はまた、3冊の辞典すなわち、インメモリー・ r y yet green, in, j o y s t i l l f e アシモフ a メモルも書いている。この辞典は、 非常に大分寮のもので、アシモフの生涯の出来事や作品と、それによる収支まで詳細に書かれたものである。3番目の自伝、アイアシモフ、A メモ R は1994年4月に出版された。この本のエピローグは、彼の死の後、間もなく、彼の5歳であるジャネット・アシモフによって書かれたものであり、1995年の ヒュゴ賞ノンフィクション部門を受賞した。他にも、木製買います足も不フ初期作品集などの SF 短編集でも、収録作品の前書きに変えて、執筆当時の自身の状況を詳細に記している。他にも、彼の日頃からの社会的主張もいくつかのエッセイにまとめられている。考えることを考える、科学、プラスチックを叩くなど。また彼は、 自身の著作が100冊、200冊、300冊にそれぞれ到達した際に、それまでの著書の内容から選別した本、オーパス100、オーパス200、オーパス300を刊行しており、オーパス200は、アシモフ博士の世界として日本語訳されている。ありがとうございます。